こんにちは、信州稲田のたもやの木村です。今日は久しぶりに動画で近況報告をしたいと思います。先日から寒さが一段と冷え込んでいたんですが、今日はだいぶ暖かくなってきました。春の日差しも出てきたので、後ろに見える中央アルプスもよく見えるようになりました。雪はほとんど今年は降らないというような形で、雪かきもまだ今年も1回もしていません。そんな信州稲田の風景をお届けします。